皆さんこんにちは。フリーアナウンサーの高田美穂子です。大人のウェブマガジンモックの動画番組フィフィのアラビックスタジオ、メインキャスターはもちろんフィフィさんです。はい、今回もよろしくお願いします。はい、今回もですね、高円寺のペルシャ料理店ボルボルさんからお送りしております。早速ですがフィフィさん、はい、なんか6月1日に著書を発売されたと伺いましたが、はい、ですね、はい、こうやってフィフィのはい、中はね、読みやすくなっているので、それ今のイスラムの現状なんかとか、日本人が知りたいこと、多分これだろうなと思った内容が特に凝縮ギュッとされているので、多分私にしか書けなかった本じゃないかなと思って、こういうふうにね、ちょっとずうずうしいですけど書かせていただきました。ぜひ皆さん読んでみてくださいね。お願いします。はい、さてフィフィさん、今回のテーマはアラブ料理についてです。ダンスもやったので。いよいよこうもっともっと文化を深掘りしようと思うと、どうしても料理はね、必要になってくる。避けて通れませんね、食は。はい。で、ぜひその最近まあ日本にもちょっとずつこう浸透してきたアラブ料理についていろいろと教えていただきたいと思います。はい。まずアラブ料理、私も本当詳しくないんですけれども、フィフィさんが特に紹介したいアラブ料理というのをこれから伺っていきたいんですが、アラブは。別にパンもそうですけど、ご飯も食べますし、あとパスタもありますよ。マカロニとか、はい、全然あります。エジプトなんかピザもありますしね。向こうからじゃなくて、エジプト風な感じのピザもある。もともとピタパンみたいな感じの丸っこいパンっていうのが、もともとエジプトあるので。その上にこうなんか具とかソース乗せて、本当にピザの原型みたいなものもありますし。はい、だからパンというイメージあるかもしれないですけど、あと米はあれですよ、ジャポニカ米、日本と同じですよ、エジプト。そうなんですか。細長いわけじゃなくて、パサパサしてないんだ。はい、だから普通に向こうに行った時はね、私おにぎりなんかも作るんですよ。エジプトでおにぎり。そう、親戚のさ、子供たちが集まるとさ、エジプトでおにぎりなんか作るんだけどさ、もうみんなびっくりよ。大変、ママ大変、フィフィがたくさんご飯でピラミッド作ってる。ピラミッドを作ってるわけじゃない、遊んでるわけじゃない。おにぎり知らないから。エジプトだから。遊んでるかと思われちゃって。ご飯で遊んでるって思う。では早速フィフィさん、アラブ料理をいくつか教えていただきたいんですけれども、はい、そのパンについてまず教えていただけますか。パンですか。パン、まずさっき言った丸っこいピタパンみたいなやつっていうのは。アラビア語だとエーシバラディって言うんですけど、エーシバラディ、はい、丸っこいパンがあるんですけど、釜で焼くんですが、エーシっていうのはパンなんですよ。エーシがパンで、バラディが自分の国っていう意味なので、国のパンって言ったらそれだけの意味で、国のパンですっていう。いいですね。はい、簡単です。パンだとそうね、日本の方だと。ケバブっていうのが有名ですよね。トルコの方がよく日本では作って、道のスタンドなんかで作ってらっしゃいますけど、あれはアラブの方では、特にエジプトではシャワルマっていうんです。ケバブって言わないんです。言い方違うんですね。ケバブになると、肉を例えば串に刺して焼いたものとかをハンバーグみたいにミンチをこういうふうに伸ばして焼いたりするシシカバブのカバブっていうのがケバブなので、そっちになります。そうなんですね。だから例えばシャワルマは本当に日本でいうケバブのイメージで、ケバブサンドみたいなのは逆にこう焼いた肉を串から外してちょっと細かくしたりして、サラダと一緒にこう入れてサンドにしたものがケバブサンドみたいな言い方です。なるほどね。シシカバブを入れてみたりとか。そうなんだ。あとパンの付け合わせってさっきおっしゃってましたけど、そうですね。結構もう一個ね紹介したいのが、パンといえばね、サンドイッチにしやすいのがね、ターメイヤっていうのなんだけど、朝ごはんによく食べられるそら豆がいっぱい入ってて、ちょっとスパイスも入ってるようなコロッケがあるんですよ、向こうに。でそのコロッケをそのまま食べるっていうよりは、パンに挟んだりしてサンドイッチみたいにして食べるっていうのも多い。もう一つね、朝といえばフールっていうのがあるんですよ。フール、ね、今写真がもし出てきてると思いますけど、乾燥そら豆を、これ前の晩くらいからねボイルしてたりするのね、じわ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 弱火で、そうすると乾燥そら豆がすっごい柔らかくなるじゃないですか。でそれに皿に盛って潰してスプーンなんかでオリーブオイルと塩コショウして、まあ玉ねぎなんかも生のスライスした玉ねぎなんかを一緒にして、これもさっき言ったようなパンでペースト、もうペースト状になるので、それをすくって食べたりとかします。これも朝なんですよ、ほぼ。これさっき言ったターメンヤっていうコロッケと同じタイミングでこうスタンドに出てくるんですよ。とにかくエネルギーになるものはエジプト人ね、さすがですね、ピラミッド作ったからさ、エネルギー必要なのよ。ああいうなんていうのかな、安くてエネルギーになるっていうものがをすごく昔から食べてたの。古代から。そうすると豆だったりとか小麦だったりとか、なので豆料理が本当に多い。朝から豆食べてる。皆さんそういえばイメージするのってクスクスっていう、お米料理でしたっけ？クスクス米じゃなくて小麦粉でできてる世界で一番小さなパスタって言われてるんです。あれパスタなんだ。そうですね、細かくして小麦粉をすごく粒のように細かくして蒸すっていうか、それでパスタを作るんですけど、その中にスープと一緒に肉だったり野菜だったりを炊き込むんです。でね、実はエジプトっていうよりも北アフリカではよく食べられますけど、主にモロッコです。モロッコ。はい。だから皆さんタジン鍋ってあるじゃないですか。この上がツンってなってて、石でできているっていうの、なんていうの、土でできている。あれ、陶器ですよね。陶器ですね。で、パカって開けるとそこにこうクスクス出てきますけど、あれで作るんですね。上が穴開いてるので、そこから蒸気がこう出るという。エジプトでも食べるっちゃ食べますけど、アラブの中で言えばモロッコが多いです。暑い国が多いですね。でも多分皆さんが結構知ってるアラブ料理の中の代表的な料理かなと。クスクスってどんな味がするんですか？いや、さっぱりしてますね。さっぱりしてるんですか？はい、野菜と肉の多分出汁がこのちょうどスープもそうですけど入れますけど、染み込みますから、そのパスタに、細かいパスタにすごくさっぱりはしてるんですけど、その奥の深いというかコクのある味になります。滋味豊かな。はい、ギトギトした脂っこいものとは全然違う。そうなんですね。なかなか辛いもの本当にないので、割と日本人のお口にあったりとか、あと何でもトマトで煮る。トマト。はい。なんとかビッタマーテム。例えばラフマビッタマーテム。ラフマっていうのがお肉なので、これをビッタマーテムっていうのはトマトでっていう意味なんです。肉をトマトで、さっきのエイシバラディ、エジプトのパンじゃなくて私たちの国のパンみたいなもんね、ネーミングが本当雑なんですけど、そうトマトで、肉がトマトでみたいな。肉がトマトで、実はオクラなんかも結構使うんです。オクラをトマトで煮込んだり、これも意外、あとでモロヘイヤなんかもね、写真出てくるかな。モロヘイヤなんかもそうなんです。モロヘイヤのことをおっしゃってましたもんね。暑い国というのはネバネバしたものをたくさん摂取することによって体力が持つんです。確かに。なのでオクラもかなり食べるんです。オクラはね、日本これぐらいじゃないですか。向こうこれぐらいのサイズ。ちっちゃちっちゃいです。そんなちっちゃいオクラ丸っこい。だから切らずにそのままコロンと入ってます。トマト煮込みの中に、この中にちょっともお肉も入ってますけど、かなりポピュラーな野菜にはなります。オクラだから見つかりますよ、エジプトで。エジプトでトマトもオクラも栽培してるっていうことですか？トマトは全然もう地中海の方の、もう太陽がこうこうと照ってるエジプトではもう原産国と言ってもいいんじゃないですか。特にトマト、ニンニク、オリーブ、玉ねぎ、もうこれはなくなっちゃったらもう味噌がないのと一緒なんで、まあ大変、すぐ買いに行く。だからストックしてあります、たくさん。そうなんですね。いつもどの料理にでもそれが入ってる状態みたいなものなので、常に使うものです。はい。そうだったんですね。モロヘイヤはね、日本ではいろいろおひたしにしたりね、天ぷらにしたりいろいろしてくれてね、進化。大体日本に20年ぐらい前に入ってきたでしょ。新しい野菜ですよね。今群馬がすごく作ってますけど、モロヘイヤラーメンっていうのもある。ラーメンにモロヘイヤね練り込んで緑になったやつ見ましたけど、すごいね進化してます日本は。ただエジプトではレシピが1個しかなくて、モロヘイヤっていうだけで、モロヘイヤはスープっていうレシピなので、細かく刻んで、あれミキサーかけちゃダメです。ミキサーかけるとドロドロになってしまうので、ネバネバだけが残っちゃう。あっさりした中にとろみを出すためにはもうこう細かく気合をこうアネンキ入れてこうずっと根気よくやるんです。それで、ブイヨンの中に沸騰したブイヨンの中にそれを入れてすぐに火を止めてぶわっとならない前に。それであとは、焦がしにんにくを最後に加える。ちょっと塩コショウ。でもそれは本当に夏に子供でも例えば妊婦さんやお年寄りだとか栄養が必要な方は食欲なくなったなっつってそれだけ食べてれば体力が持ちます。栄養価も高いです。あと美容にもいいです。だからクレオパトラが飲んだ暗飲したとも言われてますね。王様のスープっていう意味です。モロヘイヤの意味が。私もレシピを紹介すると皆さん作るんですけど、本当に子供でも飲めるので助かりますと。緑色のもの、ほうれん草とかやっぱ苦味があるんですけど、実はモロヘイヤって苦味ないんですよ。苦味ないんですか？ないです。ちょっとトロトロはしてますけど、なのでお子さん全然こんな美味しいスープなんだ。うちすぐなくなっちゃいますもん。取り合いになるぐらい。あとね、日本人の中で向こうに行かれるとエジプトにとにかく人気があるのがコシャリなんですよ。コシャリ私もちょっと食べてみたくて。 B 級グルメです、かなり。あ、そうですか。たこ焼きだったりラーメンだったり、ラーメンよりも全然安いのかな。だって向こうで行ったら100円しないんですもんね。そんな安いんですか？安い。だからバックパッカーさんなんかにはもう本当に大人気ですよ。なるほどね。どこのコシャリ屋さんが好き、 B 級グルメなのでどこのコシャリ屋さんが好き、どこのラーメンが好きみたいな感じで会話があるんですよ、結構向こうでは。パスタと、米と豆とをこう混ぜて、で、そこにさらに何種類かの豆を混ぜますけど、さらに、上にトマトソースをかけて、独特のコクのある、これ肉使ってないんです。でそこに、ちょっとビネガー、ちょっと酸味のあるビネガーのタレをかけて、ドレッシングをかけて、で最後に焦がした玉ねぎをパッとカリカリにした。だからそのいろいろな食感も味わえるし、なんかこうさっぱりもしてるし、食べやすいし、さっきから言ってるその脂っこさがないし、でだからね、なんか夜なんていうの、何も食べたくねえなって言って夜ちょっと夜食になんていう時も皆さん買いに行きます。へー、それくらいもうポピュラーなんですね、コシャリって。私はさ、あまりに好きすぎてエジプトを帰ると、やっぱり向こうはおもてなししたいわけじゃないですか。親戚とか、そうで何食べたいってどっか連れてくよって言うんだけど、コシャリ屋さんがいいっていうの。タクシーでコシャリ買いに行くっていうね、ありえないですよ普通。ちょっとタクシー止めてさ、コシャリ屋さん行ってさ、ちょっと2つくださいって。それくらいB 級で安くてっていう食べ物なんですけど、美味しいんですよ。これも私レシピが自分のブログで公開してたりするんですけど、頑張れば日本の材料だけで作れます。作れますか？何を頑張ればっていうのかっていうと、実は最後に入れるビネガーの味をどこまでちょっとエジプトの本格的なものに近づけるか、コツがあって、ちょっとレモン風味な感じのドレッシングを買ってきて、普通に市販のそこににんにく、すったにんにくを入れてちょっと辛くすると、なんとなくその感じの味になります。スパイスもちょっと入れてみたりして、ミックススパイスいろんな入ってるように、そうするとそんな味になります。なので作れるっちゃ作れます。いや、作ってみたいです。はい。じゃあ私シェフィーさんのブログ見てちょっと今度作ってみます。だって外行くとさ、日本でさ料理屋さんとかでもさ、普通ね、エジプト料理屋さん行ってさ、コシャリ出てこないんだけど、あまりにたこ焼き出してるようなもんだから日本食で。たこ焼きね、ソウルフードいいとこのなんか料理屋さん行ったらね、たこ焼き一応入れてみましたみたいな感じになっちゃうんで、もう高くなっちゃうじゃん。コシャリ頼んだら1200いくらって言ってびっくりしたよ。向こうじゃ100円もしないんだから。だからなるべく自分で作ってみても面白いかな。なるほど。じゃあエジプトの方が日本に来て、今結構そのコシャリのお店も多分たくさんあると思うんですけど、食べられるお店がびっくりしちゃいますね、値段に。そうね。でここ今日はね、写真出てくれるかわからないんですけど、マッシーっていうね、実はマッシーっていう家庭料理の中でもおもてなし料理ってあるんですよ。はい、ナスの中身をくり抜いて、味付けの炊いてないご飯を入れて、スープで炊く、ブイヨンで炊く。これはそう、ナスだけじゃなくてズッキーニだったりとか、あとピーマンだったりをくり抜いたりとか、そういうのがあるんです。で実はロールキャベツみたいにキャベツ、茹でたキャベツの葉っぱを、その炊き込みご飯のまだ炊いてない状態でですよ、味付けたやつを巻いて、ちっちゃく巻いて鍋にこうどん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 並べていくんです、最後ブイヨン入れて炊くっていうのもあるんですね。それはキャベツのマッシュ。これはすごく時間かかるんですよ。だからもったいない。これくらい小指サイズで作るのがいい奥さんって言われてんの。どん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 手抜きになってくる奥さんになってくると、どん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 でかくなってて、最後これぐらいになってくるって。私ね、これぐらいのサイズでしか家食べたことなかったのね。自分のお母さんが作るやつ、日本で育ってきた時にエジプト行ったらこのサイズで出てきたから、なんだよケチだなと思って、おばさんが作ってるやつこのサイズなんですよ。ママ、ここのさマッシュってさちっちゃくない？とか言ってたらさ、ママがなんか申し訳なさそうに、それが正しい作り方なの。ママが面倒くさくなってこの大きさになってきただけなの。いい奥さんになってくると本当に普通これぐらいなの。そうチクチク言われるのよ、お嫁さんが。だから姑に、なんかどんどん最近マッシュがでかくなってきてない？ここになんかあるマイクの大きさみたいな、こんなになってきちゃって。なるほど、手間がかかるものだから、ちっちゃく作る方が大変ですよね。でもさっき言ったようなこのシシカバブ、ハンバーグをこうなんかさ、こう棒で刺して焼いたようなやつって、いちいち炭を焚いて焼かなきゃいけなかったり、あとマッシュも時間かかるじゃないですか。やっぱりね、最近はスーパー行くとね、もう冷凍が売ってるんですよ。やっぱりできてるんだ。怠けるんです奥さんたち。でも本当にそういうものもあって便利になってきてる。もうモロヘイヤもカットされたやつが冷凍で売ってたりして、だからもうスープにただ入れるだけでできちゃう。なるほどね。もう皆さんどこの国もね、そうなんです、便利になってきちゃうんです。じゃあ続いてデザートなんかもちょっと教えていただけますか？そうですね、デザートはとにかく甘い。暑い国なのでやっぱり甘い紅茶で、甘い紅茶と甘いものなんですよ。よくやっぱりナツメヤシは本当によく食べられます。これは全然料理し、なんていうの、料理というか何も手を加えなくてもそのままで出てきます。はい。甘いものやっぱ補給することによって、これも体力の温存で。で、あとはバスブーサっていうのがあるんですけど、はい、バスブーサ、はい、セモリナ粉っていうのを粉で作ってるんですけど、あとココナッツも一緒に混ぜてあって、それをシロップにつけてあるんです。形にしたものが。結構ね、インドとかのインド料理行った時とかもすごくシロップ漬けの、多分パンのようなののシロップ漬けのやつもね、食べる時あると思うんですけど、インドも似たようなものあります。そうなんですね。とにかく甘いやつ。甘いんですね。そうそうそう。甘いものをまた甘い飲み物で飲むんですよね。割とグラスで、コップじゃなくてグラスで、紅茶なのに熱いものがグラスで出てきたりします。で、下にこんなね、砂糖溜まってるんですよ。かき混ぜないです。かき混ぜないんですか？葉っぱも紅茶の茶葉も入ったまんまも全然あります。で、これをこういうふうに持ったら熱いんで、この口の上の部分をこう持つ感じでこうやって飲んでますね、皆さん。器用ですね。じゃあコップにすればいいじゃんって思うんですけど、伝統的な方々はみんなそうやって飲むので、そうやって飲めるようになって初めて、あ、エジプトだわっていう感じです。なるほどね。エジプトに染まってきたねみたいな感じに言われると思います。じゃあもうデザートは全般的に甘いんですね。そうですね。あとね、カルカデっていうのが有名です。紅茶も有名ですけれども、エジプトはカルカデっていうのはハイビスカスの花びら出てきたお茶です。ハーブティーですね。はい、これもよく飲まれます。まあ飲み物いっぱいあるんですけど、割とハーブティーの場合だと日本でも手に入るかな、カルカデの場合は。私無印良品でも見たことありますから。そうなんですね。ただ日本の場合結構ブレンドもしてあったりして、ブレンドっていうのはね、ローズヒップとブレンドが多いです。ああすると実は更年期にも効くとか、あとはスポーツ選手がよく中にはいるんですよ。カルカデ、そのハイビスカスのお茶を水のとかスポーツドリンクの代わりに入れてくれっていう人もいます。ビタミンとかも豊富で。だから実はお湯出しよりも水出ししてもらった方がビタミンが損なわれないので、おすすめなんです。熱を加えちゃうとね、壊れちゃうんですね。やっぱり太陽がすごく日が照ってる国なので、ああいう花びらでも特にこうカルカデ、ハイビスカスみたいなのはすごくたくさんこう取れるので、ハーブも原産国です。エジプトはハーブも原産国だから、そうなってくるとスパイスも原産国だし、アロマオイルも原産国だしってなってくるし、あと花が多いわけですから蜂蜜も多いし、はい、結構砂漠のイメージすごい多いかもしれないけど、とにかく花とかと野菜とかすごく取れるので、緑はすごく田舎に行くと畑すごいですよ。じゃあどうします？食べちゃいましょう。ボルボルさんなんか作ってもらいましょうか、今日はね。せっかくね料理屋さんにいるわけですから。なんかねちょっとじゃあ作ってもらいましょう。やった。と言いたいところなんですが、ちょっと今回はお時間が参りましたので、今度のやつで。次回ぜひボルボルさんのお料理を堪能したいと思います。じゃあこれ見逃せないですね、次回は。もう次回ぜひ皆さんもね、食べ物にうるさい方には特に見ていただきたいと思います。はい、では今回はそろそろこの辺で失礼いたします。ティフィーのアラビックスタジオ、次回もぜひお楽しみに。次回は食べます。